安倍総理大臣は、経団連など3つの経済、体が開いたパーティーで挨拶し、個水準の賃上げが行われてきた成果が景気も現れているとして、経済の好循環、実現に向け、今年春の 3% 以上の賃上に重ねて協力を求めました。この中、安総理大臣は、ニュースを見ている、西や東京のあるデパートでは、福袋、たくさん売れるなどして、5% 以上の売り、下増ということだった。高い水準の賃上が行われてきた成果であり、景気は気、だというが、だんだん、気が充満し、つあるのかなと思うと述べました。そう、上で安倍総理大臣は、今年、もっと良くなるという期待感が人々の、を、パートに運んだのではないか。質、利と経済の好循環を回していくた、に、年の賃上げ 3% をお願いしたい、との、今年春の 3% 以上の賃上げに、寝て、力を求めました。また安倍総理大臣、私たちがお約束、他政策パッケージ、は、未来に投資をす、挑戦的な企業に対、て法人税への負担を 2% まで引き下げる、いう思い切った決断をした、この制度も、要していただき、過去最高の収益にくれ、でも満足せず、ぜひ、どんどん新たな投を行ってもらいたいと述べ、企業側に